藤波勲佐は日本の総合格闘家、レスリング選手、三重県四海寺市出身。妹に同じレスリング選手の藤波明がいる。小学校2年の時にレスリングを始める。小学5年生で全国大会初優勝。西智明中学在学中は全国中学生選手権で男子史上4人目の3年連続優勝を達成した。2012年4月。 父親がレスリング部監督を務める稲部総合学園高校へ進むと高校デビュー戦のジュニアオリンピックカップカデットの部で優勝をし同大会で中学3年から高校2年まで3年連続3階級にわたって優勝を果たす高校2年で出場したレスリング世界カデット選手権 63kg 級で2位になった 全国高校選抜や国体で優勝する一方で、インターハイの初優勝は3年生になってからで、1年生の出場時は、樋口はじむ2年生の時は、綾田健一郎とのちに、オリンピックに出場した選手に敗れている。高校3年の2014年は、高校主要大会全てで優勝を果たし、高校3冠を達成した。 専門外のグレコローマンスタイルの大会にも出場し、全国高校生グレコローマン選手権では7試合すべてで、テクニカルホール勝ちする強さで優勝した。2015年、山梨学院大学へ進むと、同年4月ジュニアオリンピックカップジュニアの部で優勝。翌2016年も優勝しに連覇、日本代表として出場した世界ジュニア選手権で2015年は 66kg 級で2位。 2016年は同階級で3位入賞した。2015年11月、全日本大学選手権に山梨学院大の 65kg 級代表で出場、決勝でインカレ王者を破り1年生にして優勝し、異行動大会で4連覇を果たす。同年12月、全日本レスリング選手権大会の 65kg 級に出場し、準決勝で 世界選手権代表の石田聡氏を破り決勝、進出するが、実業団所属の前田翔吾に敗れ2位となった。2016年5月、リオデジャネイロ五輪での日本の出場枠を獲得するため、トルコイスタンブールで行われたオリンピック世界予選に、男子フリースタイル代表として出場したが、2回戦でパンアメリカン選手権王者に敗れ上位進出は、ならなかった。 同年5月末には東京五輪を見据えた強化選手としてリオ五輪男子フリースタイルチームの欧州遠征に帯同している。同年8月のインカレは 70kg 級に出場し準決勝、決勝で優勝経験者を破り初優勝する。同年12月の全日本選手権は学生二冠王者として出場予定であったが減量に失敗し欠場した。 2017年6月、全日本選抜選手権は7 0ラム級に階級を上げて出場。準決勝で全日本王者の中村百太郎にテクニカルフォール勝ち、決勝で世界選手権5位の田後藤信義を破って優勝。同日、全日本王者中村との世界選手権出場をかけた、プレーオフも制止代表に選出される。 同年8月の世界選手権では準決勝でアメリカのジェームズ・グリーンに3から5で敗れるも3位決定戦でジョージアの選手を11の0のテクニカルフォールで破って銅メダルを獲得した同年12月22日全日本選手権に 74kg 級で出場し初優勝優秀選手賞も受賞した2018年4月国別対抗戦で行われる ワールドカップ団体戦で 74kg 級のメンバーに選出され出場した藤波は予選2回戦の米国戦でロンドン五輪金メダリストのジョーダン・バローズと対戦し1から7で判定負けしたが3位決定戦のキューバ戦ではテクニカルホールで勝利し日本にとって大会史上最高成績となる3位入賞に貢献した同年5月東日本学生リーグ戦で 大会2週間前に顔面骨折し、全治2ヶ月の診断だったが、2試合に出場して勝利し、山梨学院大の6連覇に貢献した。同年6月、全日本選抜選手権は 74kg 級にエントリーしたが負傷が言えず棄権した。同年7月、全日本選抜選手権 74kg 級で優勝した。 保坂県と世界選手権代表選考プレイオフが行われ、藤波がテクニカルホールで勝利し、世界選手権出場を決めた。同年8月、インドネシアジャカルタで開催したアジア大会に 74kg 級で出場。準決勝でウズベキスタンの選手にテクニカルホール負け、3位決定戦でイランの選手に9-8ですリカチ銅メダルを獲得した。同年10月、 ハンガリーブ・ブダペストで開催した世界選手権に出場。2回戦でベラルーシの選手に判定負けし33選手中12位に終わった。大学レスリングタイトル最高峰の座を争うインカレには開催時期が世界選手権と重なるため2年生の時に一度しか出場していないがフリースタイルでは大学生相手に無敗を誇り。 両スタイル通算でも2017年の全日本大学グレコローマンスタイル選手権、準決勝で林上なりにいっぱい喫したのみである。山梨学院大在学中に結婚し一子を設ける。2018年12月22日、全日本選手権において、圧巻の内容で優勝し、大会に連覇を果たすが、2019年4月、社会人になって、初の大会となる。 アジア選手権は負傷で途中棄権。同年6月14日に行われた全日本選抜選手権の準決勝で奥井申請にホール負け。世界選手権代表選考規定によって奥井とプレーオフを行い勝者を東京オリンピック第一次予選を兼ねる世界選手権代表に選出することとなった。同7月6日、埼玉。 バコース総合体育館で奥井とプレイオフが行われ、終了間際に逆転負け、世界選手権出場を逃した。2019年12月の全日本選手権も敗退し、東京オリンピック代表争いから脱落した。2020年12月の全日本選手権は、レスリングキャリア最重量級の 79kg 級にエントリーしたが、 不戦敗で8名中再会の結果に終わる。2021年3月31日付でジャパンビバレッジレスリング部を退部したことが発表された。2021年8月17日、X ファイト公式サイト上で MMA イベント X ファイト1参戦が発表され、デビュー戦の相手が高木オーディ林翔太に決定した藤波は特待生として山梨学院大に入り、 入学金と授業料免除のほか、月10万円を支給される優遇措置を受けていたが、監督が全額渡すと使ってしまうから、毎月4万円分を預かっておくと言って、藤並の預金通帳と印鑑、カードを取り上げ、現金で毎月6万円を藤並に手渡していた。大学卒業後の2019年8月に、預けた金と通帳、 民間の返却を監督に求めたが拒否をされたと藤波が告発しデイリー新潮が報じた。ありがとうございます。